ボストン海軍交渉はアメリカ合衆国のマサチューセッツ州ボストンにあった海軍交渉。1800年にチャールズタウン海軍交渉として開設された。これはアメリカの海軍交渉のうちで最も古いものの一つである。なお、名称は1945年にボストン海軍交渉に変更され、1967年以降はボストン海軍造船所と呼ばれた。 南北戦争の際などに何度か拡張工事が行われている。1974年7月1日に閉鎖され、30エーカーに及ぶ敷地は現在ボストン国立歴史公園の一部として国立公園局が管理している。同校廠は閉鎖までに200席以上の艦船を建造しており、第二次世界大戦中は護衛駆逐艦の建造を行っていた。なお、 アメリカ海軍で最古の現役艦艇であるホブネ・コンスティチューションはボストンを母校としている。そのために現在でもコンスティチューションの整備用にドックなど一部施設は稼働可能な状態にある。また第二次世界大戦期の駆逐艦カッシン・ヤングも博物館船として係留されている。地区の住民及び国立公園局では現在でもチャールズタウン。 海軍交渉の故障を使うことが多い。チャールズタウンにおける官邸建造は独立戦争の頃に始められた。チャールズタウン海軍交渉の敷地は1800年に購入され、間もなく開設された。同交渉はアメリカ海軍初の戦列艦であるインディペンデンスを建造したが、1890年代まで修理及び停泊所として使用された。その後交渉では、 新海軍のための構成艦艇の建造をはじめ、名称もボストン海軍交渉と改められた。1833年6月24日、マーティン・バン・ビューレン副大統領、ルイスカス陸軍長官、リーバイ・ウッドベリー海軍長官を含む多くの高官、及びマサチューセッツ州の職員たちが臨席し、著名な土木騎士であるロアミ・ボールドウィンが設計したニューイングランドにおける、 最初の海軍艦ドックにおいてコンスティチューションが収益した。これはアメリカ海軍市場における素晴らしい出来事の一つであった。1975年3月14日、コンスティチューションは同交渉を使用する最後の艦としてドックから出居した。ロープ製造所は1837年の開設時から交渉が閉鎖された1975年まで。 海軍用の綱を製造、供給した。南北戦争後、交渉は装備補給設備に格下げされた。1890年代に海軍は拡大を始め、交渉は新たな時代に入った。20世紀に入ると2番目のカンドックが建造された。第二次世界大戦中にはドイツ軍による損傷を受けたイギリス海軍艦艇の修理を行った。 1941年9月27日、リバティフリートデイに、公イとナイトが同交渉で浸水した。対戦後は、艦隊近代化計画に基づき艦艇の近代化に従事する。朝鮮戦争及びベトナム戦争では大規模な海戦がなかったため、交渉の作業が増えることはなかった。ボストン海軍交渉に経由されるカッシンヤング1番ドック交渉は、 ベトナム戦争の後に閉鎖された。交渉を再利用するため様々な案が考慮され、その中には石油大火建造施設として使用するというものもあったが、すべてが失敗に終わった。結局交渉の跡地はボストン国立歴史公園の一部として管理されることとなった。その目的は海軍の造船技術と歴史を後世に伝えることである。 チャールズタウン海軍交渉では多くのアトラクションが開催されている。現役館であるコンスティチューション及び博物館船のカッシンヤングは一番不当に係留され一般に公開されている。交渉にはまたアセスコンスティチューション博物館があり様々な資料が公開されている。一番館ドックは現在も使用されており主に歴史的官邸の整備を行っている。交渉は フリーダムトレイルの北端に位置している。マサチューセッツ湾交通局のウォーターシャトルが3番、不当近くに停戦し、多くの観光客が同シャトルを利用して訪れる。ウィキメディアコモンズには、ボストン海軍交渉に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。